こんにちは、しゃべくり料理です。今日は3月14日ホワイトデーだね。何曜日だっけ、木曜日だ。今日もね、晩ご飯作り始めよう。いやー今日は右手でした。副菜はね、一つは切り干し大根の煮物。切り干し大根とかにさ、違う、切り干し大根とかこういう系はさ、やっぱ食べたいじゃない。だからこれをね、まず戻しとこう。よこしょ。いつも 30g するんだけど、これ 40g、 まあ 10g ぐらいは誤差っていうことで、これで一か一袋全部使っちゃう。あら、こぼしちゃった。こうしてね木曜日、明日まで頑張ったら休み。もうなんか今週はさ、バタバタで疲れが抜けないのよ。もう今朝もほんと目覚ましが鳴ったんだけど、どこで鳴ってるか見つけ出さんで、あら、したかったか知らないか。ここに置いといて、で、よっこいしょ。サラダはね、じゃがいもがさ、ないと思って買ってだったから、じゃがいもはあれ、じゃがいもはあれじゃない、サラダはね、ダブルチーズポテサラにするんだ。よっこいしょ。あ、違う、最初じゃがいもからだ。よっこいしょ。ごめんなさいね、またおっきなおっきいこっちに向けちゃって、まあ。よっこいしょ。2つぐらいでいっか。もうさ、玉ねぎがなかったのにじゃがいもがないと勘違いをしてさ、じゃがいもをどっさり買ってさよっこらさ、よっしゃ。このボウルがさ、一つひびが入ってるんだけど捨てきれなくて本当はね、レンチンとかするからさ、捨てた方がいいんだけど、まだ捨てきれなくて。やっぱさ、2つずつあれば使い勝手がいいからね。え、もう1個ちょっとひびが入ったのは危ないから、処分して買い足すかしないと。チーンとかすればさ、パキッてバリッて割れたら怖いよね。でもね、まだ捨てきれないでいるのよ。チンをしなければ使えるなと思って。よいしょよいしょよいしょ。あら、なんか詰まっちゃった。ピーラーに皮が詰まった。まあ、で、昨日はさ、息子の病院だったんだけど、ちょっとさ、帰りにヒヤッとすることがあって、まあね、なんかさ、車がさ、私は本線っていうの、私が走ってたのは大通りでさ、脇っちょのなんかお蕎麦屋さんから車がなんか頭を見せてたの、顔を。で、なんかちょっと進んでるよな、危ないよなと思って、とりあえずブレーキ踏みながらゆっくり行ってたんだけど、いきなりピョーンって出てきてさ、息子もびっくりよ、危なっつって。だからさ、別にお年寄り批判をするわけじゃないけど、なんていうの、65歳以上の人がつける高齢者マークがあるじゃん。で、高齢者マークが貼ってあって、やっぱ運転してたのはおじいちゃんだった。だからさ、やっぱなんていうのかな、年齢とともに注意不足がね、なんか判断が鈍ったりする強いじゃない。だから私たちも今からさ、そういうお年になってくるから、ほんと車の運転は気をつけないといけないよなってね、思った。まあ、だからさ、私も豆についてさ、危なそうだなと思ってブレーキゆっくり踏んでたからよかったけどさ、普通にノンブレーキだったらぶつかってたのかなと思ったらさ、ゾッとするよね。特にほら、自分が一人の時ならだけど、子供を乗っけてる時とかさ、怖いじゃない。よし、よいしょ。で、明日また娘の病院に行って、その後娘が買い物をしたいっていうから、ちょこっとね、どっか寄ってこようかな。よいしょよいしょ、映ってるね。確認確認です、確認ですでね、もう娘は病院を変わるから、この前も話したけどさ、どうもさ、
先生とどうにもこうにも合わなくて、やっぱ自分もさあるけど、先生と合わないっていうのは嫌よね。やっぱりさ、合う合わないがあるもんね。だからこれをまた5分ぐらいレンチンね。人参これ今日は太っとだけど短い。ほんと人参これキュウリやった。今私まだ人参切ったよね。太っとだけどちょっと短いけど、これを1本。ほんでね、人参こんだけ。そして玉ねぎが渋い残ってたから、これを使う。よいしょ。でさ、私はこの前からなんかチェルシーが販売中止になるんで、今日も私チェルシーのさバタースカッチだっけ、チェルシーのバタースカッチ味がさ好きだったのよね。でなんか販売中止になるっていうからさ、チェルシーをねやっぱ最後に食べたいなと思って買わないとって思ってんのにさ、いつも忘れる。あのバタースコッチ、バターなんだったっけ、スカッチだかスコッチだかはさ、名だなこれ。よし、美味しかったんだよな、すごく。でちっちゃい頃からあったのにさ、やっぱ最近は売れなくなったのかどうなのかはちょっとわかんないけど、販売中止とか寂しいよね。で、あのほら、お菓子のさ、明治のカールってあるじゃん。あれもどっかほら東日本では売ってないって聞くけど、どうなの、売ってないの？こっちのね、西日本の方はね、まだあのカールも売ってるよ。カールのおじさんが乗ったさ、あのカールも売ってるけど、何年か前にこの東日本では販売中止になったみたいに聞いたんだよな。あのカールも美味しかったよね、昔からあるお菓子。ちょっとさ、歯とかにさこびりつくんだけど止まらないのよ、やめられない。かっぱえびせんもうまいけど、やっぱほんでほら昔からあるお菓子はうまいよね。札幌一番とか、札幌一番だっけ、ベジタブルってなんかあの緑の袋のあれとかさ、おいしい。だからチェルシーを待ってか今日買おうかなとは思いつつも、いつも忘れちゃうの。でも多分私たち世代の人はさ、チェルシーはきっと懐かしいから、みんな考えることは一緒でさ、最後に買おうって思ってる人がどっさいおったらさ、もう店頭には売ってない可能性が大だよね。でこうなるとさ、あのなんていうの、転売屋っていうの、転売屋って人たちもなんか動き始めるんでしょ。ほんでなんかえらい高値で売るんでしょ。だからあのチェルシーのバタースコッチだっけ、あのピンクみたいな柄のさ、あれを食べたいなと思ってるのよね。こってりしておいしい、こてーっとしてうまいからさ、あれを買いたいけど覚えられるかなって感じよ。なんかじゃがいものいい匂いがしてきたから、ほらほら言った。ちょっとつまようじ鉄鋼してこよう。じゃがいものいい匂いがしてきたから、そろそろかなと思ったらピピピ言った。まだちょっとガシッとしてたから、あと1分半してきた。刺さるは刺さるけど、なんか硬いですって感じでガシッて刺さったからさ、あと1分半してきたもん。ホクホクになった方がうまいだろうね。よいしょ。もうチェルシーがね食べたいのよ。なくなると思えばさ食べたいのね。これ人間の不思議な心理をね、最後と思えば欲しくなるとかね。不思議な心理が働くわけよ。で人参はまた少しぴょん、入れない、入れんでもいいんだけどね。あの切り干し大根にも、あらまあつながってる、まあやだ、切り干し大根にも人参入れるからさ。ほんで切り干し大根作るって言いながら、まあ私椎茸がないけど、この前ねスライスの干し椎茸を買ったから、あれを入れて作ろうかなと思ってる。戻さないよまた。でもね、逆に戻さない方がね、よかだしが出てうまいような気がするんだ、私の感覚だけど。よいしょ。ならこんな玉ねぎね、
うん、で、あのほらハムとか挟むやつがさ、ダイソーにもある、はい、ダイソーにもセリアにもあるって聞いてたのよね。で、私はダイソーではさ、うちあのオレンジしかなかったの。うちの方は田舎だからまだ売れ残ってたみたいで、だからちょうどセリアに行ったらさ、あったから、カニカマ用とね、ハム用と2つ買った。もうあのあれはすごくほんと便利。あら、ふわっと買った、あれはめちゃくちゃ便利だから2つ買ったんだ。カニカマ用と、なんだっけ、ハムののとね。やっぱさ、いろんな色が混在すればほんとガチャガチャ散らかって見えるから、白の方がね、いいよね。よいしょ。ただこれを塩もみね。いい。ちょっとね、ボールがこまんち色だったね。まあいいや、いつものことじゃ。よし、これを、あら、ほんで今のうちに油、あ、はいはい、あのじゃがいもがさ、ピーピー言ってまだ私が開けないから、ピー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 何回も言うわけなんですね。はいはい、ちょっと待ってくださいだ。全く分かってんのよ、なったのは。聞こえてるよ、ちゃんと。よし、ちょっと置いとこ。よいしょ、熱っ、熱っ。一応熱いって投げちゃう。よいしょ、あ、ね、ちょっとさっきは短くあれだったけど、結局今日は全部で6分半チンしたらホクホクなった。よいしょ、よし。で、顆粒コンソメが小さじ半分。よいしょ、よいしょ、あららら。そしたらね、砂糖が小さじ1。そして、よっこらせ、ごめんね頭、お酢が小さじ2、よっこらせ、すんませんね頭をね、どこ、この、最近この三脚の調子があんまり思わしくなくてさ、なんかいいのがないかなと思うんだけど、なかなか見つけなさんところ。すぐ調子を崩すの三脚、火のそばで取ったりするからさ、なんかこう不安定にほにゃほにゃって溶けちゃうのかしら。そしてこれ粉チーズが大さじ1。あら、粉チーズを買ってないとないわ。あとちょっとしかない。よし。ただこれをもうなじませとくね。熱いうちじゃないとさ、味が入らんし、粉チーズもね、ちゃんと溶けてくれないからさ。熱い、ボールが熱い。めっちゃ熱い。そしたら今度はハムとチーズだね。はい、これ白中華半透明みたいな感じでさ、オレンジよりさ、見た目がすっきりしてるじゃない。だからね、早く欲しかった。私もう本当にやっぱこのこういう感じのほらすっきりした色がいい。そしたらハムを3、4枚。ちょっとシンクの中は皮やらなんやらわっさーなってるけど、小さなことは気にしない。ハムを3、4枚。どこだっけ、2、3枚にしとこうか。よいしょ。ねえ、もう嬉しかったわ、 やっとって。オレンジじゃなければいいのにってずっと思ってたからさ、この色は嬉しい。で、カニカマ用にもさ、もう一個あるのよ。ちょっとずらかして切らないとさ、固まっちゃうからね、一ところにさ。あらららら、あら、よいしょ。で、私今日メインは何作るか言ったっけ。メインはね、いつだったかな、そう、娘の卒業式の日に、あの、朝のうちに作っとこうと思って解凍した手羽元があるのよ。結局その日さ、もうバタバタするのは疲れるからもういいやと思って簡単に済ませたんだけど、だからその手羽元を使ってあれにするんだ、マーマレード煮に。手羽元うまいもんね。
で、この切れてチーズは見てんこら、見てんこらって。この切れてるチーズが今私が見る限り、あそこにもなかったのよね、コスモスにも。ドラ盛りにしかないからさ。チーズはね、そうだな、4枚。これがさ、また、ビターってくっついてるからね、よかふに見えんの。くっついてんのよ、ほんで。よいしょ。で、私が途中つまみ食いしてるからさ、チーズ好きだから。減ってるでしょ。これ、あらまあ、切れない。あ、違う、3、4、そしたらあと何枚残るけ。1回4枚で。マッシュ5枚だからね、えい。で、またこれ、こんなしてさ、ここをこう縛って輪ゴムで止めて、ほんでからビニール袋に入れて直してる。よいしょ。ただね、あれも、切り干しさんもよかほどに戻ってる感じだけども、切り干し大根は長さ絶好しないと、時々めちゃくちゃ長いのがあったりするからさ。あいた、また何もないところで引っかかった。よっこいしょ。これさ、サイコロ状にね、もう、とてもね、これぐらいのチーズなら食べれるの。娘も、がっつりチーズだったらちょっと嫌みたいだけど。で、私と息子はほらチーズ大好きだからさ。で、これをドン。ちょっと一旦のかして、そしたらもうこのね、野菜の水気を絞ろう。野菜の水気を、せーの、ぎゅっ。なんかさ、疲れが抜けないもんだから、手にも力が心なしか入らない気がする。よいしょっと。マヨネーズを大さじ3、4、1、2、3でいっか。よいしょ。でね、塩コショウ、ペペペット、どこだっけ。せーの、1、2、3、こんぐらいでよしね。チーズにもほら塩味があるからさ。でもこれを混ぜ食ったら出来上がりだ。ううって、なんか本当に昨日の晩食べ過ぎて胸焼けがしてる。今もうってなった。考えて食べないもんだからね、腹減った勢いでさ、ガーって食べるのよ。だからね、胃もたれを起こすことも結構ある。よいしょ。このね、ダブルチーズで濃厚でうまいからね。よし。よーし。そしたら、せーの。よこいしょ、よこいしょ。あ、よいしょ、あ、重たい。こらして、あ、いたたたたた。これをね、よいしょだ。じゃあまた、娘はお昼から支援に行って、友達とね、集まる約束をしてるみたい。すごくね、楽しかったみたいでね。ほんとよかったわ。この前の卒業の時もさ、もし縁の子たちとさ、もうなんかもう一つのクラスみたいな感じで、すーごくね、みんな仲良くてね。よいしょ。いい感じだった。よし。よーし。これでね、ダブルチーズポテサラので、こっちを向くな。ここだよ。これでダブルチーズポテサラの出来上がり。緑を見れば目はこう向いてるはず。ちょっと一旦このポテサラのやつを洗おう。ほんでさ、いつのしゃべくり料理やったかな。私さ、編集してる時に、この角度から撮ったらさ、めちゃくちゃ太って見えたのっていうか、まあ太ってるんだけど、すごい太って見えたのよ。ちょっと待って。今この角度系、このアングル系、わっぜか太、わっぜかってか、これ、ごめん。
めっちゃ、あ、ちょっとスパッツがずんだれてきた。めっちゃ太って見えたの。まあ、太ってる自覚はあるよ。こう、太ってるっていう自覚はあるんだよ、もちろん。本人もそれはね、分かってるの。まあ、でもこの角度からの時にさ、そんなに幅があるけっていうぐらいさ、大きく写ってて編集しながら自分でびっくりしちゃった。まあ、でもほら本人さんもさ、私自身もさ、まあその自覚はあるんだけど、こうやって編集しながらさ、見ればたまげるね、幅がすごいでしょ。そう、もうね、もうほんとね、手足、手の先とかさ、末端の方は、まあ、人並みなんだけど、この洋服で隠れる部分、特に腹回り、腰回り、すごいの。典型的なメタポシ、典型的なメタポ体型よ。もう、すごいびっくりしちゃったもん、編集しながら。すげえな、こんなん太ってるって。いや、太ってる自覚はあるけど、そこまで幅あると思ってさ。どう今日も、また、ちょっと、こう、どうしたら、痩せて見えるけって。もしさ、少々のさ、太って、なんていうの、ちょっとぽっちゃりぐらいだったらさ、気痩せとか、痩せ見えとかあるんだろうけど、私の場合、少々じゃないから、もうね、気痩せとか、痩せ見えとかね、その次元の問題じゃないの。でもさ、なんか、ね、中にはさ、太った人が、とはね、決してね、あれじゃないのよ。その、ほら、よく言うじゃん、デブ線とかさ、言うじゃない？とは決してそれじゃないの。と出会った頃は今よりも30キロぐらい細かった。まあ、幸せ太りちゅうことにしとこうか。あと中年太り。もうでもね、気にしない。特にダイエットをする気もない。だって元気なんだもん。元気でさ、こうやっておうちのことができるんだったら、私にとってはそれが一番だと思うから、ダイエットをする気はさらないの。マジで元気にこうやって寝込まずにさ、日々おうちのこととか子供たちのこととかできれば、それがもう本当に一番よ。お母さんが具合悪くなって寝込んだら、もういっちもさっちもどうにもフルドッグな。私昔そうだったのよ。寝込んでね、起きれてることの方が少なかった。もうほとんど具合がまず起き上がる体力もなかった。ほんで寝込んでたらさ、今度はお尻の骨が当たって痛くなったりとかね、そういうのがあって、今だからさ、いいんだ、元気だからプラス思考。とってもとってもプラス思考。もうさ、どうせでこうやって生きていくんだったら、プラス思考、自分に都合のいいように変えたくした方がとってでも楽だからね。ポジティブ、よし、ポジティブなんだ、いいのかと。よーし、そしたら切り干しだね。ちょっとまな板引いとこうか。あ、ほんでね、これよ、なんか伸びるラップ、モザイク。モザイクかかってまーすって。この伸びるラップさ、ダイソーにさ、前ちっちゃなサイズしかなくて、セリアで買ったんだけど、セリアののはね、若干滑りやすい。ダイソーの方が滑りにくいの。だからダイソーのに買い替えた。ちょうどハムの腹あれをないかさ、見に行った時にあったから買い替えたの。やっぱね、セリアもあったんだけど、今まで使ってたのがセリアで、これいつ買い替えたっけ、何日か前に買い替えたの。ダイソーのやつの方が滑りにくいからいいよ。本当はさ、何するんだったっけ、あ、思い出したわ。
ザルを出そうと思ったんだった。本当はさ、洗って繰り返し使えるラップだから、私の使い方はあってはいないのよ。まな板の滑り止めにしてるから。でもまな板が滑ればさ、これって結構さ、主婦の人ならわかると思うけど、ストレスじゃん。まな板がズルズル滑ったら切りにくいし、ストレスでしょ。だから使い用途としてはさ、本来の使い方じゃないけど、ちょっと長いけ、あらららら、本来の使い方じゃないけどね、ストレスフリーでいきましょうということで、ちょっと長いかもしれないから、いつもも作れるからさ、ちょっと長そうだから一旦切っとくわ。よいしょ、ザクザクっと切っとこう。長くていつもさ、もつれるのよ私、木やないから。今日の朝のお弁当、外のお弁当もさ、豚バラを切らなかったからちょっと長かったのよ。でも食べ応えがあるからね、そっちの方が。もうほんとね、物はいいよ、とよかく言う。自分の都合のいいように言う。よし、一旦ここに揚げとくか。あら、しまった、油揚げ出さないとって、また忘れて出してないわ。ちょっと今から出そう。よいしょ、ガシッって言う、ガシッって。ほんでお味噌汁は何にしましょう。えのきとわかめと油揚げにするか。ちょっとこれガシガシ切れなそうだから、人参から切っとこう。このさ、干し椎茸、10g 入ってるんだって。これが戻ればどれぐらいの量になるのかがちょっとどうなんだろう。あんまりずんばいどっさ入れてもね、半分ぐらいにしとこうかな。そうしよう。で、人参から切っとこう。よいしょ。そしたらそんなすぐうちに油揚げもちょっとふにゃっとなるんじゃないかな。いつもガシッガシッガシッって言うからさ。あれ、ここに大根が。よいしょ。ちょっと人参大きめでも、それこそマッチ棒ぐらい。ちょっとこれ長いな。なんかほんと三脚のいいのがないかさ。でもね、この三脚が結局使いやすくても3本目か4本目なんだよね。でももうちょっとさ、ガシッとしてしっかりした方がね、いいんだけどね。結局さ、何本か買ってみるけど、この今使ってる三脚に戻るのよ、一番使いやすいの。もうほんと3、4本目か。あら、飛んでいった。よいしょ、3、4本目かな。で、あんまりさ、この三脚って3本足がグワッてあるじゃん。で、あんまりその足が大きければこの狭い台所だからさ、邪魔になってね、動画撮りにくいしと思ってね、なんかいいのないのかなってね、時々三脚迷子になってさ、しまうけど、結局戻りつくのはこの三脚よね。今の一番使いやすいもんね。あら、あら、よいしょ、よいしょ。油あげようかな。ちょっと向こうでいいかな、ガシッとは言わないかな、いいかな。ちょっとまだ硬いけどね、ガシッてなるかもしれんけど、まあいっか、待ってないんだもの。こっちに切ろうかな。よいしょ、なんとか切れる、切れるから。よし、で、今日の付け合わせ野菜もサニーレタスを手でちょん切る。手でちょん切って使っちゃう、楽なんだもの。で、私さ、サニーレタスが好きなのよね。あと、キャベツの千切りとか。最近めんどくさがって、キャベツの千切りをなかなかしないけど、まあね。よーし。そしたらね、この干し椎茸をどれぐらい入れるかだよね。これ一袋入れたら、えらいこっちゃに。どこ行け。この線が見つから見えにくいの、老眼でさ。よいしょ。よいしょ。
で、これをしつつの、あら、これをした後にお味噌汁、で、鍋が温まったからさ、油ビヨーンとして、で、やっぱここ拭かんだね。ここに垂れるのよ、ここにつるんと。だからそれが嫌で、ここふきふきしてんの、いつも。いいよ、よいしょ。そしたらこれを、ちょっと大根の方が下になるようにしよう。ドン。あら。あらー。10グラムって結構な違いね。いつもさ、14センチで30グラム作っててちょうどいいんだけど、なんか、10グラムって結構違うね。まあ、いっか。できないことはないから。10グラムでこんな違うんだ。そうよね、乾物だからさ、水で戻したら増えるよな。わかめと同じよね。10グラムでこうも違うとは、びっくりびっくりだ。よいしょ。でさ、まあ、ざっと炒めて、よし。んで、干し椎茸、どこだ？あのね、これをどっか部位に切ればいいってで、すみさんが教えてくれたんだけど、どこを部位に切るのかわからないから、こういうのが、あ、今だ。これどんぐらいかな、椎茸。あら、また開かない、やだ。よし。半分。乾燥剤は危ない。半分ぐらい。よし、多分いいでしょう。多分水が200ドボードボーでしょ。和風だしが小さじ1で、砂糖が小さじ1、薄口とみりんが大さじ1。薄口。いいよ、こらせ。でね、早く使い終わりたいみりんがね、まだあるんだ。大きな方にも入ってる。みりんが大さじ1、全部入れたね。で、ここでさ、ね、しなくてもいいんだろうけど、私は癖でね、あ、たたたたたた、よっとんかった。いつもね、これをさーっと、さーっとね、混ぜくる、混ぜくる、なんていう、なじませとく。とね、しいたけさん、10グラムでこんな違うんだね。ちょっとびっくりしちゃったわ。で、これさ、蒸気が出てきてから、ちょっとタコ、よいしょ。お味噌汁をさ、こっちでするから、こっちでタコを炊いまま。あら、大根が落ちてる。よいしょ。お味噌汁をた、あれするから、こっちでタコを。よいしょ。そしたらね、もう、お味噌汁は、えのき、油揚げ、わかめだから、わかめは後入れにして、えのきと油揚げで炊いといてね。わかめは食べる前に入れればね、よかからね。よいしょ。あいたたたた。もうあいたたたただ。よこらせ。もうわかめをボイル入れよう。わかめじゃない、これえのきだ。えのきは一袋。きのこおいしいもんね、たっぷりの方がね。怖いよしね。よいしょ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 。手羽元のマーマレード煮を作っておしまい。野菜は後からね、ちょん切るからさ。よいしょ。で、これをドン。あ、もう今しなしなになってる。よし、油揚げを、でわかめは後入れ。よいし、
明日まで頑張れば休みだ。何回も自分に言い聞かす。よいしょ。結構水を知るね。よっこらせ。ああ、まだ火、もう危ない。水も入れずに火つけるとこあった。びっくりよ。本当にね、ちょっと僕のことするからね、たまに。よっこらせ。マーマレードには塩コショウを振らないといけないけど、袋の上でこうしようかな。そしたら他を汚さなくて済むよね。そういうことばっかり考えちゃう。で、和風だし、小さじ入りというかもう和風だしね。押して、しじみだしね。もうこれはもう鉄板。よし。そしたら火にかけて、ずらしてないと吹っこぼすから。ちょっとさ、マーマレードにも準備。塩コショウをさ、なんかこう広げてパーって振ればさ、また洗い物が増えるから、ここの中にシャカシャカシャカすればよかね。もうそういうさ、ズボラなことばっかり考えちゃう。よいしょ。これでまんべんなくなじませればいいんだから。よし。なんで嘘でしょ、うん、なんでこんなところにまで塩コショウが嫌になっちゃうよ。もうでこれをこうグリグリしてさ、これでよくない。ただまああとはこれを焼いたりするだけだからね。ほらこれでね、まんべんなく塩コショウが行き渡った。ああはいはいはい。これさ、切り干し、痛いな痛いな。切り干し大根が炊けた、ほれ。ふっくらしてる、ふっくら。これをちょっと一旦ぐりっと混ぜとこう。椎茸をね、下に沈めたのよ。あら、椎茸少なかったかな。そうでもな、あ、そうでもないね。っていうか、この 10g の違いで、この切り干し大根の多さにちょっとぶっかまげた。あら、椎茸少なかったかな。一袋入れてもよかったかも、これ。よし。そしたらお味噌汁をこっちに移そうかな。これをここに置いて、で味噌汁をこっちでして、あら火をつけっぱなし危ない。あら今度火をつけるの忘れてる。鍋をぬくめないといけないからさ、この鍋に余熱をね、入れとこう。でも火は止めようかな。よし。もうこれで味噌汁もできるね。で、程よく多分味噌汁ができる頃には、こっちのお鍋もさ、温まってるが。よーし。あとこれにも食べる前にわかめをポンって入れればね。よいしょよいしょよいしょ。お味噌汁できたからロック。だからね、こっちのお鍋ももういいはず。で、油を熱してよ。あ、マーマレードを出してないわ私。油を熱して、多分ね、また1回では入らないと思われる。1回じゃ無理やろな。2、3、4、あ、ちょっと待って待って、ほら、あと4本入りきれなかったもん。ちょっとこれさ、油が跳ねるから私は閉めて焼く。焼き付けをさ、2分半ぐらいずつするよ。焼き目が入った方が美味しいからね。さあ、2分半焼いたから、ちょっとここ拭いてたらここに布巾を置きっぱなし。で、反対側に裏返してさ、ね、このいい焼き色、うまそう。牛乳詰めにいつも詰めるもんだから、裏返しにくいのよ。まあ、とってもいい色。
一つ撫で我慢中じゃないな、こっちだな。で、また2分半ね。で、これさ、両面今2分半焼いたから、そしたらね、水が200。200ね、よいしょ。で、このね、マーマレード、私が買ってるのがね、スドージャムっていうところのこのマーマレードなんだけど、これがね、ちょうど大さじ4杯分あるのよ。だからね、このマーマレードをね、丸々1個使う。もう大さじ4杯分あるのはさ、何回も作ってるからもう分かってるじゃん。だからもうこれをこのままドボンと入れるよ。だったこれペロペロだったんだ。これはでもほら、ここに出てるから、わりかし剥がしやすかったのよね。よいしょ。これがちょうど大さじ4あるからね、ドボってもう全部入れちゃう。よいしょ。あ、ここにこれを置いてればまた熱くなるから、濃い口が大さじ3。1、2、3。ねえ、あ、じゃあ、また引っかかる。ここのさ、マットに引っかかるんだよね、私いつもね。で、みりんと酒が大さじ1。みりんが1ね。ほんでやっぱみりんはね、白なんだっけ、スクライズンがね、コクがあって美味しい。ほんとみりん一つでね、全然違う。ケチった自分がダメだったね。もうほんとあれが美味しい、もう手放せない。で、おろしにんにく、はかないな。おろしにんにくがだいたい小さじ1、ビヨン4。あで、おろし生姜も小さじ半分。おろし生姜は小さじ半分だ。ごめん。お乳だからさ、この前振り散らかして絞り出したから。ここか。ここ、あれこれ中に蓋があったっけかな、どうだったっけかな。蓋があるわ。あ、でもここのピロピロも、なんとかいけそう。よし。で、これを小さじ半分。ぴょん。ただちょっとね、また馴染ませちゃうけど、マーマレードがさ、予感倍にこう、全体に馴染むようにさ、美味しいのよね、これもね。ね、本当はね、落とし蓋でもすれ、どうしよう、する？まあ、いっか。めんどくさいもんな。まあ、いっか。いや、落とし蓋しようかな。どうしようかな。くだらないことで悩む。まあ、落とし蓋してもしなくても。これで蒸気が出てきたら、10分15分ね。落とし蓋はまあ、いっか。つったけど、一応今ね、ハサミで切ったからやるか。どうせならね、あの、どこだ、どこだ、テリテリっとした方がいいからね。結局するんかい、あらららら。こうして。ちょっと待ってよ。横風に蓋をこうして。はい、よっと。で、またこれで10分、15分後に会いましょうだ。これね、今10分コトコトしたところ、お火は止めちゃう。よいしょ。何でこの、あ、盛り上がってるところもさ、洗い物全部終わらしちゃったからさ。5本柱で取りました。これでね、まあ、出来上がり。まあ、あとはさ、余熱で火も入るからね。出来上がりだよ。今日も楽しくご飯作りができました。感謝です。最後まで見てくださりありがとうございます。じゃあね。バイバーイ。